活気あふれる大見町市場大見町市場の鮮魚店、大見町市場は石川県金沢市の中心部にある市場。主に生鮮食品などの食品と生活雑貨を扱う小売店や飲食店など、約170軒が商店街を形成しており、金沢市民の台所とも呼ばれる。江戸時代の教法6年に始まり、金沢を城下町としていた加賀藩の御ぜぜだった。 名前の由来は、大見商人が作ったことによる。地元では大見町と呼び親しまれている。市街地再開発事業により、2009年4月16日に、大見町市場館が開業した。国道157号などの起点となっている、武蔵交差点の南東側一帯に位置し、繁華街の高林坊からも比較的近い。約に8ヘクタールの敷地に、 1> 約170店の商店、飲食店が軒を連ね、金沢市民の台所としても知られる。石川県特産の加賀野菜や海産物を扱う店が多く、金沢市民だけでなく、金沢ならではの観光名所としても知られている。各店を取引先とする、金沢中央信用組合を所在している。市場全体は、近隣の一姫神社をうぶすながみとしている。 その一方で2015年に北陸新幹線の開業に伴い観光客の増加や法日外国人旅行者の増加により地元の利用者の減少や観光郊外の問題も顕在化している。市場側も観光客の増加に対応して通信環境の改善やペイペ決済の導入などの対応を実施している。大見町には明治時代まで増加前があり、 その外側に成果を扱う青草辻市場、その内側に鮮魚を扱う大見町市場があった。江戸時代には加賀藩から許可を受けた胸取りなどの世話役から観察を受けた業者のみが商売を許されていた。明治時代に営業が自由化されると観察は廃止された。そうか前も取り除かれ、さらに1904年6月3日の退化の後に直線道路が付けられ、 大見町の一帯は整備された。同年8月16日に、生花業者53人が、石川県の許可を得て、市場を開設したが、その表中には、環境、金沢青草辻市場と書かれていた。大正時代には、市場の路面が、金沢市内のアスファルト舗装第1号となった。太平洋戦争前には、美術展や、園芸も催された。 太平洋戦争直後にも闇市を取り締まるため一時的に観察制度が再導入された。昭和30年代から平成まで経っていた表中には、大海町の文字も入り、環境、金沢、青草寺大海町市場と書かれていた。大海町市場スカイビルク地経緯、第二次世界大戦の戦災を免れた大海町市場は、古くからの趣きがある市場として、 地元の利用客だけでなく、観光地としても多くの人が訪れてきた。しかし、アーケードや建物の老朽化が顕著になった他に、施設店舗の防災体制にも問題が出るようになり、大見町市場の再開発事業が行われることになる。武蔵が辻第4地区第一種市街地再開発事業として2007年に再開発事業に本格的に着手した。 外洋武蔵交差点周辺の一角を解体し、地下1階、地上5階建ての再開発ビルを2007年3月25日に着工。また、この再開発に合わせて、ビルに面する国道157号、国道159号を3から4メートルほど、拡幅するため、村の東吾が設計した北国銀行武蔵が、辻支店を現状より後方に、 約13メートル移動し、ビルと一体化させる工事にも着手した。2007年1月6日には、市場の駐輪場と多目的広場があった、敷地約1000平方メートルに、平屋建ての仮設店舗棟を完成させて、1月15日から営業を開始した。再開発区域にある生花店や、鮮魚店など、約20店が入居。なお、 大通りに面する一角で再開発を行ったため、市場全体が営業していないと勘違いする観光客も多かったが、工事期間中も全店舗が営業を継続していた。2009年4月16日に開業した大見町市場の再開発ビルで73店舗が入居する商業施設である。2008年12月1日に一部店舗が先行を開業した。また、 同年12月の先行開業と同時に12月7日より、これまで休業日としていた日曜日に一部店舗で営業を開始した。ありがとうございます。